生島博の天然塾。お元気ですか、生島博の天然塾塾長、生島博です。石田紗英子です。紗英ちゃんもこのところね、はい、ピカピカと綺麗になってるね。本当ですか。いや、お肌の手入れしてますからね。ねえ、はい、で今日はですね、肌のトラブルを上手にケアできるね、情報満載なんですよ。そうなんです。スキンケアで悩む世代だと思いますからね、必見ですよ。さあ、生島博の天然塾ですが、実はですね、今、はい、順天堂大学の白沢拓治先生という、この方は100歳までね、こう元気な人の、ね、健康法とか食事法をですね、はい、まあ、随分そのテレビとかあと本でも紹介してるんですけど、今度まあ、見た目が若い人は内臓も若いかっていうんで、その私モデルに選ばれたんですよ。すごい、でもお若く見えますもんね。60過ぎても若いと、言われて、はい、その秘密は何ですかとかね、はい、もう先生に今取材されてるんですけど、さえちゃんもね、最近注目されていまして、30過ぎてもエロ可愛いとかってなんかね、まあ、本人は好きかどうか分かりませんが、そういうタイトルがついてますけど、はい、ありがとうございます。やっぱりですか、スキンケアってのは気にしてますか。気にしてますね。で、まあ、元からこういう美容が好きなので、うん、もうずっとこう20歳ぐらいからもう化粧水とか乳液とかをペタ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 やってる方なんですけれども、でもやっぱり25ぐらいからは毛穴とか気になりだしましたよね。はい、じゃあ早速ね、ちょっといろいろと専門家にスキンケアについて聞いてきました。人によって違うと思いますが、だいたい30前後ぐらいから気にされる方が多いですね。目尻の小じわがだんだんちょっと深いシワになってしまって消えなくなってくるとか、あとはちょっとほうれい線が笑った時は結構皆さん出るんですが、その後もなんかいつまでたっても消えないとか。一番怖いものは乾燥だと思います。肌の乾燥は本当にやっぱり肌のこう水分を奪ってしまうと、そこから小じわになったりたるみも引き起こしたりとかしますので、全ての肌トラブルは乾燥から来ていると言われます。肌が乾燥してるっていう時の一番の効果があるっていうのはやっぱりスキンケアだと思いますので、水分を補給するっていうことなので、時間があるんであれば、はい、きちんとスキンケアのやった方がいいと思います。睡眠も大切なんですよ。そうですよね。僕は睡眠大使ですから、特にやはり睡眠の質を良くするためにね、いろんな努力をする。その結果お肌も良くなるってことです。ああ、もう納得ですね、このお肌を見ると、ね、キラン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 そしてやっぱりこう乾燥が、ね、良くないということでしたよね。はい、私もこう保湿頑張ってるんですけども、うん、それだけね、保湿、睡眠が大事ということなんですが、そして昔だってほら飛行機の中にね、乗ってたでしょ。そうなんですよ。その時に私もものすごく乾燥してたんですよね。うん、それでその CA 仲間、そしてまあ今キャスター仲間の中でも話題になっている化粧品があるんですよ。うん、実はそれはライスホースという化粧品なんですが、そちらの会社の方に今日お越しいただきました、はい、アイムの島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます、まあ、以前ね、ラジオの番組にご登場いただいて、そのライスホースを紹介した時に、もう電話がね、全国からすごい勢いでなって、ね、もうびっくりするほどお電話がかかってきました。ね、それだけでやっぱりね、まあ、日本人はお米、そのお米がベースのライスホースということで、はい、大変難況でしたもんね。はい、ライスホースというと、もう名前の通りお米からできてるんですよね。お米の力ってことですね。はい、うん、そうなんですよ。で、まあ、そのすごく使ったお客様たちも最初にこうお肌に塗った時の馴染み感とか、その浸透力にも驚かれるんですけども、その後の使っていくうちにお肌が柔らかくなって、その保湿が持続しているっていうことにすごく驚かれるんですね。で、まあ、その保湿の秘密なんですけれども、もうズバリお米にございまして、で実はこのライスフォースのこの青のシリーズですね、これの主成分がライスパワーナンバー11エキスという、白米 100% 白米から取れるエキスが入っております。でそのエキスは実は2001年に医薬部外品の
新規有効成分ということで、厚生労働省から実は認可を得ております。さらにすごいことが、その現行の薬事法が制定されて、医薬部外品でその新規の効果効能というものが認められたのが初めてのことなんですね。そのお米の中のナンバー11でしたっけ、すごいですね。厚労省にも認可されてるとか。じゃあどんな効果があるのかと疑問になると思うんですけども、それがちょっと難しいんですが、皮膚水分保持能の改善という効果が実は認められてます。でどういうことかと言いますと、お肌そのものが持っているその水分を保つ力というものをこう改善していく、取り戻していくような効果があるということが認められてます。なのでこう一時的にこう塗って保湿をするのではなくて、お肌そのものを改善していくというような効果になるんです。じゃあやっぱり若返りますか、お肌は。そうですね、すごく乾燥で悩んでる方とかは、一日中その化粧直ししなくてもいいですとか、なんでこんなにお肌が柔らかくなるんだろうって思ってくれる方はすごく多いですね。でもやはりこう日本人の体質と、はい、例えばヨーロッパの方とかアメリカの方とか、まあ、全然肌質が違うじゃないですか、はい、で日本人はやっぱり、ある意味でお米っていうのが一番こう馴染んでいるわけですから、はいはい、そのお米の特にそのナンバー11ですか、はい、それを使うことによって日本人には特にこう肌に馴染みやすいってことなんですかね。そうですね、そうだと思います、うん、でライスパワーナンバー11エキスはそのお米を熟成発酵させてゆっくりこう90日間かけて作るエキスなんですけれども、その日本にもともとある発酵技術っていうものをやっぱりすごく研究して作ったものでして、でさらに日本人は昔からお米の研ぎ汁で顔を洗ったりですとか、そういう文化がありまして、すごくお米とは相性がいいと思いますね。乾燥からお肌を守りたい。お知らせの後もしっかりケアします。